町民一同皆様と共に感動を味わいたいと思っております。それではお渡しをお願いいたします。どうぞ。記念撮影も行います。どうですか、1日目の感想は。まあ、ぼちぼち、いい感じ、かなりいい感じ。これだけの人数が集まるっていうのは普通のことなんですか。いやいや、初めて。浦和で、浦和の在籍時に1年というか、3年間学校でキャンプやってるけど、ここまではいない、さすがに。さすがっていうかな、やっぱりうちのチームの選手の与える影響のすごさが物語ってる思いました。お疲れ様でした。Go.
今日は、はい、疲れましただいぶ、でも結構フィジカル的に上がってきてるんでいい感じで、まあ、チームとして開幕迎えられそうなんでいいキャンプになってます、はい、試合なんで、まあでもいい感じで、まあチームもいい感じで、まあ天候もね、幸い恵まれたんで、まあいい感じで、明日ね練習試合して、いい準備したいです。はい。お疲れ様。ありがとうございます。沖縄キャンプ終わりました。ロサンゼルスから沖縄と続いたんですが。沖縄、まあちょっとまあまあの天候で、だったんですけど、最終日大雨の中練習試合とどうにか怪我なく終わることができました。いいリズムを、継続していい準備して一生懸命頑張りたいと思います。カミカミでしたがいい沖縄キャンプでした、ありがとうございます。